ショート、ゲンダの方が上手いです。打力、ゲンダと大差ないです。去年のオープン S ならゲンダがやや上です。セカンド、山田、マキいてます。ダイソー要員、周東の方が早いです。上手いです。チナトラヤがマジで中野使いところないから阪神に戻してええか。打力と走力ならゲンダより上やし、ゲンダに何かあった時の控えには最適やん。二遊間に怪我人出たジオに呼んだからいるで。いないとゲンダに代打出せないじゃん。いや、ゲンダと打力変わらんなら代打出さんでええやん。ゲンダより打つやつを中野の代わりに呼んできたらいいし。ゲンダの代打に中野じゃないぞ。中野はその後の守備要員や。中野は必要かわいいし。中野くんにもええ勉強になるやろ。近本が選ばれなかったのは謎すぎる。守備班 ENPB1 位やろ多分。普通にダイソーでも使えるし。